皆さんこんばんは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日は見てください、心にゆら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 と輝く、じゃじゃーん、クラゲのピアスをつけております。はい、こちらのクラゲのピアスなんですけれども、那須塩原市にありますカフェフライボーさんの方で委託販売されているピアスになっております。はいね、素敵、このゆら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 ね、アオルリレジンさんと言ってね、アオルリってあのインスタグラムとかでも出ているのでね、まだ今年から、販売始めたばっかりなんですけれども、すごい人気ということでね、すごい可愛い、なんか今ジンベエザメ の、アクセサリーも作ってるみたいでね、もうすごい、あのフライボーの轟さんのアイデアもいっぱい盛り込んだ、もこれからね商品が出てくるみたいなので楽しみにしていますね。そう、お誕生日プレゼントに轟さんからフライボーのオーナーからいただきました、クラゲのピアス、ありがとうございます。ゆら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 ね、そうなんですね、なんかこうやっぱり可愛いものつけてると気分も上がりますね。最近ちょっとあんまりおしゃれとかしてなかったので、ちょっとねおしゃれな秋楽しみたいと思います。はい、今日はこのクラゲちゃんと共に歌う一曲は、じゃ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 ん、この曲を売れました。はい、1977年の12月5日にリリースされました、ピンクレディさん6枚目のシングル UFO にチャレンジしてみたいと思います。はい、流行りましたね UFO ってね。でも私が生まれる前からあったんだね。そう、運動会の時にいつもかかってたっていうね記憶があります。はい、こちらピンクレディ最大のヒット曲となりましたということで、作詞が阿久悠さん、そして作曲が戸倉俊一さんですね。 B 面がレディ X ということで、こちらで、第20回日本レコード大賞大賞受賞、そして第7回 FNS 歌謡祭最優秀ヒット賞受賞ということでね、こちらの曲、あら大地福くんいるの、はい、こちらの曲たくさんの方にカバーもされていますね。でもいろんな曲ね、日清焼きそば UFO の CM ソングね使われますよね、そりゃ、はい、使われたりとかですね、いろんな方がカバーしておりますね。松かな歌ってなかったね、まだね。はい、大ちゃん歌うよ、いいですか。はい、じゃあそれではね歌ってみたいと思います。大福さん一番だけですが聞いてください。 UFO、手を合わせて見つめるだけで話もできる、口づけするより甘く、ささやき合うより強く、私の心を揺さぶるあなた、もう言わずに思っただけで、すぐあなたに分かってしまう、お酒、眠たくなったらベッド、次から次へと差し出すあなた、今笑ってる？信じられないことばかりあるの、もしかしたらもしかしたらそうなのかしら、それでもいいわ、近頃少し地球ございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。
途中着信がありましたね、妹からちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんってなっちゃったけれども続けてしまいました。いやこれライブでやったら盛り上がるね、これいいわ、これね、いろんな人知ってるしね、盛り上がるなこれは。でもしかも A マイナーって言ってね、いやーすごい、このゴールデンコンビ悪友さんって本当どうやったらこういう仕掛けるんだろうね。徳田さんのこの曲もかっこいいしね。はい、今日はピンクレディの UFO にチャレンジしました。明日も元気にマツカナチャンネルでお待ちしています。それではまた明日、またね。